こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、ペヤング焼きそばのたこ焼き風が出たんで、これを食べたいと思います。お祭りの看板にありそうなパッケージですね。いやもうペヤングほんとさ、尽きないですね、アイデアがね。いろんな味を出しますよね。それほど焼きそばのポテンシャルはすごいってことですね。はい、で今日はね、このたこ焼き焼きそばにあれを乗せたいと思います。たこ焼き焼きそばに乗せると言ったらあれしかないと思います。はい、当ててみてください。でまあね、10箱あるけ10箱分作りたいんやけど、茹でよってちょっと無理かなと思ったら減らすかもしれないです。はい、袋を取るとこんな感じです。で中身はこんな感じですね。麺はいつもの感じです。でソースとかやく、キャベツですね。あれ嬉しい、天かすがついてる。私天かす大好きなんですよ。天かす入れたら大体美味しくなりますからね、間違いないです。じゃあ作りたいと思います。じゃん、結構余裕で10個入りました。焼きそばはスープがない分10箱でも入りますね。でそしてソースを入れます。いつもと違うのかな、どうなのかな。なんかでもとろっとしてるかも、いつもよりか。あれ香りがちょっと違うかもかもですね。かつおだしとかが効いてるような気がします。で混ぜます。そしてこのかやこをかけます。天かすですね。すごい、天かすがまるでビビラのようです。たくさんあって。はい、完成です。美味しそう。いただきます。わー、天かすがほんと美味しそう。たこ焼きのソースの味の感じが出てますね。この天かすの中に青のりとか紅生姜の乾燥させたやつとかも入ってて、すごい美味しいです。ちょっとたこ焼き感が結構出てますね。うん、ペヤング焼きそばたこ焼き風、このままでもめっちゃ美味しいですけど、今日はじゃーん、たこ焼きを40個のせてみます。じゃん、あ、重たくなった。そしてソースでマヨネーズで鰹節。これすごい柔らか食感、薄さ約25ミクロンって書いてある。すごい、25ミクロンってどれぐらいの薄さなんだ。あー、踊ってる踊ってる。そして青のり、歯についたら嫌だな。じゃーん、完成です。ペヤング焼きそばたこ焼き風たこ焼きです。重さは約4キロです。じゃあまずはたこ焼きから。たこ焼き普通に美味しい。たこ焼き大好き。この中の生地がね、とろっとしてます。焼きそばと一緒に食べてみよう。うん、合わさってプラスで美味しくなってるかどうかは分からないけど、でも合うは合います。美味しい、すごい美味しい。やっぱ焼きそばとたこ焼きっていうのね、相性がいいですよ。祭りに両方ありますもんね。なんか入ってる具材もほとんど一緒ですしね、天かすとかね。うん、いつものペヤングより甘口って感じです。ちょっと麺食べにくいけどすごっ。マヨネーズがやっぱりよく合いますね。10箱分ってすごい量だからね、麺がね重なって重なって、なかなかこうすくうのが難しいんですよね。結構簡単にすくえたけどブチブチってちぎれたりしちゃう。私インスタント焼きそばってね、ソースをね追いがけしたくなっちゃうんですよね。なんか食べるのが遅いから麺がねソースを吸っちゃうんですよね。量が異常だからね、遅いっていうのとはちょっと違うかもしれないんですけどね。で私さ、なんか私事でどうでもいいことだと思うんですけど、今ねこっちの歯をね治療中で、治療中っていうか銀歯を白いのに変えてもらっとってね、今歯を作っとる途つだけ2週間ぐらいねこっちの歯を使えないんですよ。私は2週間噛めないっていうのはね、人の10倍ぐらい私ご飯食べとるじゃないですか。だから20週間普通の人がこっちの顎を使えないってことなんですよね。20週間っていうと5ヶ月ぐらいかな、5ヶ月ぐらいこっちを使わないでいくともうね顎が変形しちゃうんですよね。もうだからすごく嫌ですうん、なるべくね柔らかいものがいいですよね。でもね私グミとか好きだからグミとか食べちゃう。うん、あ、最後のたこ焼きですってやりたかったのに気づいたらたこ焼きがいなくなってました。40個のたこ焼きがいなくなっちゃいました。悲しいです。じゃあ最後の一口いただきます。うん、じゃあ完食です。ごちそうさまでした。ペヤング焼きそばたこ焼き風めっちゃ美味しかったです。で本当にねたこ焼き風になってました。で私そこにたこ焼きのせたんですけど、たこ焼きが大好きだからとっても美味しかったです。天かすがねたくさん入ってたのが良かったですね。サクサクしてて美味しかったです。でも焼きそばっても天かす入ってたりしますもんね。あ、でこれまたねどうでもいい話なんですけど、今日美容院に行きました。いつもカットしてくれてる涌井さんにカットしてもらいました。涌井さんのお店が八王子にありますので説明欄に載せときますので、興味のある方は行ってみてください。いつもずっと昔からカットしてもらって友達なんです。今日ちょっとね麺食べてたから食べにくくて途中で結んじゃったんですけどね、とても美味しいのでぜひぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったらよかったらコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。